訪問介護美容 B メディア代表久保美和と申します。はい、始めたきっかけは二十歳ぐらいの頃からもうイメージはあったんですけど、自分は祖母に育てられていて、祖母の介護も少し経験して、その頃におばあちゃんが入院中、病院にカットに行って、周りの入院患者さんたちが羨ましそうに見てたんですね。その時に、こういうことをしてあげたいっていう気持ちはすごくあって、ただやっぱり経験がないとできないので、サロンワークは20、25年以上勤めた頃にそろそろいいかなと思って、介護の仕事も少し勉強して始めました。やっぱり皆さん綺麗になっておしゃれをしていくことで元気になって、とにかく笑顔が見えますね。いろんなやる気も出るし、引きこもりにならずに前向きになれるっていうことが、それが一番の目的なので、特に女性はやっぱり女性に生まれたからには最後まで綺麗におしゃれをしているのがもう本当に幸せだと思うので、そのお手伝いが少しでもできたらなっていう気持ちです。まずはちょっと無理をして、例えば危ない思いをしてたりとか、あと往復タクシーを使ってたりとかして、すごい大変な思いをして病室に行かれてる方はもちろんなんですけど、あとはもうおしゃれを諦めてしまっている方とか、あと髪切りたくてもなかなか切れずにもう伸びちゃって、例えばお家の方がちょっと切ったりとかもしてることもあると思うんですけど、そういう方には特にもう諦めずに少しでも綺麗にしていただきたいなと思います。メインはカット、このカットですね。やっぱり髪の毛って伸びるの早いので、カットをして整えて、あとはカラーがされたい方はカラー、パーマかけたい方はパーマ、それとあと女性だったらマニキュアですよね、提供させていただいてます。そうですね、もう本当一人でも多くの方の笑顔に出会えることが、私も本当にこの仕事をしていてよかったなと思える時なんですけど、とにかくお客様に喜んでいただける、家族の方にも喜んでいただける、その思いで仕事をさせていただいております。ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。